ヒトゲノム計画、ヒトゲノム計画、ヒトゲノム計画は人のゲノムの全延期配列を解析するプロジェクト。1953年の DNA の二重螺旋構造の発見から50周年となる2003年に完了した。プロジェクトは各国のゲノムセンターや大学などによる国際ヒトゲノム配列コンソーシアムによって組織され、これまでにワーキングドラフトを発表し、 その改良版の発表が継続して行われている。解読されたゲノムは NCB や u シ h スクおよびサンガーセンターなどの研究機関で参照することができる。このプロジェクトは1990年に米国のエネルギー省と厚生省によって30億ドルの予算が組まれて発足し、15年間での完了が計画されていた。発足後、プロジェクトは 国際的協力の拡大と、ゲノム科学の進歩、特に配列解析技術、及びコンピュータ関連技術の大幅な進歩により、ゲノムの下書き版、ドラフトとも呼ばれるを2000年完成した。このアナウンスは2000年6月26日、ビル・クリントン米国大統領とトニー・ブレア、英国首相によってなされた。これは、予定より2年早い完成であった。完全、 高品質なゲノムの完成に向けて作業が継続されて2003年4月14日には完成版が公開されたそこには人の全遺伝子の99%の配列が99.99% 99の正確さで含まれるとされているプロジェクトが加速したもう一つの理由としてセレラジェノミクス社による商業的な人ゲノムプロジェクトの存在があるこの企業は ショットガンシークエンシング法という新しい方式でシクエンシングを行い新たに発見された遺伝子を特許化しようとした。しかしこれは公的資金によって進められているヒトゲノムプロジェクトこちらを以下 HGP とすると拮抗してしまうことか調整を図るためにバミューダで会議が開かれることとなり作成されたデータについては 作成から24時間を基本としてすべて公開して、すべての研究者が自由に利用できるようにするという項目を含むバミューダ原則1996年2月という形で合意がなされた。最終的にはこのような競争はプロジェクトにとって非常に良いものであったことが証明されたと言える。ゲノムのドラフトは2000年6月に発表されたが、その詳細な情報については、 セレラ社も HGP 側も翌年2月まで公表されなかった。2001年2月に HGP 側はネイチャー誌の特別号で、セレラ社はサイエンス誌でその配列に対する分析とそのドラフトの構築に用いた手法の詳細が発表された。このゲノムのドラフトは全ゲノムのうちの約90%分の足場にはなると期待されており、 そのギャップを埋めていくことで完成に近づけることになる。各ドラフト配列は最低でも4回から5回はチェックされ、シークエンシングの完成度と精度が向上していく。ドラフト配列では約47%が高品質配列であったが、完成版では7から80のチェックがなされ、エラー率は1万残機中で1残機程度まで抑えられているという。ゲノムプロジェクトは、 数ある国際ゲノムプロジェクトの一つに過ぎず、核ゲノムプロジェクトはそれぞれの生物の飼育エンシングを行っている。人の DNA 配列の解読は確実な利益を我々にもたらす一方で、マウスや症状映え、ゼブラフィッシュ、コウボ、戦中、また数多くの微生物や寄生虫などのモデル生物の配列解析の成果は生学と医学の発展に、 重要な役割を果たすことが期待されている。HGP の目標は30億円機体の高品質な配列を決定するだけでなく、この巨大なデータに含まれる遺伝子を見つけることも重要である。プロジェクトの予備調査では約2万2000遺伝子が存在するとされているが、この数は多くの研究者の予測よりもはるかに少ないこともあり、現在でもこの調査は進行中である。 HGP のもう一つのゴールはより高速かつ効率的な DNA シークエンシング法を開発し、それを産業化に向けて技術移転することにある。今日、人の DNA 配列情報はデータベースに蓄積されインターネットを介して誰でも利用することができる。ただし、これらのデータは何らかの解釈を加えなければほとんど利用価値がない子からこれらのデータを解析する。 コンピュータプログラムが数多く開発されている。単純な DNA 延期配列の中から遺伝子の境界を特定したり、何らかの特徴を生み出す作業は、アノテーションと呼ばれ、バイオインフォマティクスの得意とする分野である。現在でも最高品質のアノテーションを行うには、生物の専門家に頼らねばならないが、その作業には大変な時間を要する。しかし、 ゲノムプロジェクトのようなハイスループットなデータ生産の現場は、それに見合うペースでのアノテーションが必要とされたことから、コンピュータプログラムが利用されるケースが多くなってきたのである。現在、アノテーションに用いられている技術として、最も役立っているのは、人間の言語の統計モデルを DNA 配列解析に応用したものであり、形式文法などのコンピュータサイエンスから導入し、手法を利用している。 ゲノムデータを解釈する作業はまだ始まったばかりである。ゲノム情報の解明は医学やバイオテクノロジーの飛躍的な発展に貢献することが期待されている。そしてやがては癌やアルツハイマー病などの疾患の治療に役立つものになると思われる。例えば、ある研究者が何らかの癌について調査していく過程である遺伝子に着目したとする。この研究者は www の人のゲノムデータベースを訪れることで他の研究者がこれまでにこの遺伝子について何を調査したのかすなわち三次構造はどうなっているのかどのような機能があるのか他の人の遺伝子との進化上での関係はどうなっているのか酵母やマウス症状場へと比べてどうなっているのか有害な突然変異が起こる可能性があるか他の遺伝子と 相互作用するのか、どの組織で発言しているのか、関連する疾患は何か、などについて調査することができる。このような得られる情報の種類は数多くあり、これは、バイオインフォマティクスが注目を浴びる一因となっている。特にゲノム学と関連して、注目を集めている技術としては、マイクロアレイがある。マイクロアレイは、DNA チップとも呼ばれる。これは、 DNA のプローブが小さな板の上に規則的に配置されたもので3万件以上の遺伝子について同時にそれらのサンプル内における存在量を測定できるものである。この技術はこれからの医学、科学向けの診断用ツールとしての可能性を秘めていることから大きな関心を集めている。また人ゲノム計画の結果として今後も 数多くの技術がここから派生すると見られている。生物間での DNA 配列比較分析が可能となったことで、進化の研究においては新たな道が切り開かれた。現在では進化に関わる問題は多くの場合は分子生物学の手法によって研究を進めることが切る。実にリボソームの出現や細胞内障機関の出現、肺発生から核子機関への発達、 脊椎動物の免疫系の出現までを分子レベルで関連付けできるのである。このプロジェクトのデータによって人とその禁煙のため霊長類や哺乳類の違いや類似性に関する問題が解明されていくであろうと期待されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。